首都東京の治安を担う警視庁のトップ第96代警視総監に斉藤実氏が就任しました首都東京の治安、都民、国民の安全安心の確保をし期待と信頼に応えてまいりたいと思っています斉藤実新総監は東京都出身で警視庁警備部長や神奈川県警本部長などを歴任し 警視庁副総監から就任しました警備のエキスパートとして去年の天皇陛下の即位を祝うパレードやトランプ大統領の来日などこれまで多くの大型警備を指揮してきました今年の東京オリンピック・パラリンピック大会について警視庁全部門が総力を挙げて臨むと意気込みを語りました